こんにちは、赤月ですこう今もね名夏子さん炎上中ですよねこれちょっと異常なぐらいねあの批判が集まってますけれどもこれも普通のね、まあ、障害者さんやったらここまでしつこくね、叩かれることはないと思うんですけどねやっぱり社会党の常任幹事とかいう。 まあ政治活動家でもあるわけですよね。それでまあ J R にを利用してあのまあ政治活動につなげて、それの発表の仕方がえげつないということで叩かれているわけですが、さらに白車をかけるのがまあ社,社民党がですねあの用け用語見解を出しているわけですね。まあ誹謗中傷は許さないとか。 特にねあのツイッター見てても「誹謗中傷」っていうようなねまあその文脈は見なかったんですけどねあったんですかね批判はこれこれこうで批判を集めてるっていうようなね記事はあの見ました「まあ、令和瓦版さん」とかねまああの過去にも同じようなことをやってきたと。 それも全部あのご自身の伊是名夏子さんご自身のあのブログからねあのご本人が言った言葉で批判を浴びてるわけですからねなぜきちんとお詫びされないのかなだからあの炎上はいつまでもね続くと思いますほんでね今日はねあのまた見つけてしまったんですよちょっとね気にしますよね 見るかな。これね。あの、伊勢名奈津子さんが、あの。担任。先生から虐待を受けていたと。告発している記事なんですよ。ちょっと、この体制しんどいから、ちょっとこっちに変えますね。ちょっと手。手上げたまま、しんどい、ちょっと下げてね。で、どういうことかというと。もう用語が。 この時の担任をね。告発してはるんですよ。これこれ下げて。えっとね。読んでいきましょうか。これはね。あの琉球新報です。かの悪名高い琉球新報。の。記事に。 に投稿してはったのかな先生に虐待されたいた頃の話百センチメートルの視界からアマハイクマハイなんでしょうこれ沖縄の方言意味全然わかんないんですけどね子供は夏休みが終わり学校がスタートそれが九歳の私はとても怖かったです養護学校現特別支援学校に通っていて クラスは私一人だけ。ほとんどの時間は担任と二人っきりでしたが、精神的虐待があったのです。鉛筆を一回落としたらカウントされ、十回落とすと一時間居残り、あなたの担任は誰もしたくなかったから。不任したばかりの私が引き受けるしかなかった。周りの先生方からあなたの評判は悪い。あなたが私のことを嫌いなのは分かっている。 「でもあなたは子供幼稚で甘やかされているから私がしつけなければいけない」と言われ続けましたそしてこれは先生とあなたの問題なのだから楽したり行ったり頼ったりしないようにと自分で歩いて学校に行けたらいかなかったでしょうでも親が車で送迎するので無理やり車に乗せられました 逃げたくても逃げる方法も場所もなくただただ毎朝泣くしかありませんでした月12回ずる休みをして祖父母の家に行きましたが担任から電話がかかり祖父母が叱られるので恐怖でした、ね、えいや2年生で絶対笑わないと決めてうん。で養護学校 こっち向けて読みますね、えー、ちょっと手だるすぎる <laughs> 前伸ばした。養護学校は教員数が多いので私が泣いているのをたくさんの人が見ていたし検証しますね、えー。どこまで読んだかな。音楽、体育、給食などは他のクラスも合同でした。でも助けてくれる先生は一人もいませんでした。一回決まった人や 授業形態を変えるののは許されなないことなのでしょう。子供がどんなに苦しんでいても大人は信頼できないこともあると学びましたそして私が嫌われているから周りの先生は助けてくれないと思うこともあり好きだった先生のことも信じられなくなりましたにが逃げられなかった私はこの1年間で撮る写真では絶対に笑わないと決めましたカメラを向けられると 毎回仏頂面するので担任から怒られましたがそれがせめてもの意思表示 1, 1年が過ぎることだけを願い来年は状況が変わると信じていました生まれてから骨折ばかりで体が痛いことには慣れていた私はこの状況も終わりが来ると信じていたのですそして翌年担任が変わり楽しい学校生活を取り戻しましたが 大人を100%信頼することはできなくなってしまいました。夏休みが明けた今こそ、学校以外に子どもの居場所が必要です。子どもも自分に合った場所、人を選びたいのです。そして子どもに手を差し伸べる大人が一人でも多くいてほしいです。子どもの気持ちに寄り添う大人になりませんかで終わってるんです。よ。これね、まあ、ご自身が書いてあるんでね。 ここで分かったことは伊是名さんは養護学校でもう評判が悪かった担任のなり手がないほどにまあわがまま言うんでしょうねであなたの担任は誰もしたくなかったから赴任したばかりの私が引き受けるしかなかったこれもよう分かりますよよ,よくありがちなの大体私はうちの子は普通学校しか行ってないのでね 養護学校の実態は知りませんけどねそういうのは確かにあるやろうなと思ったんですこれを思おかしいなと思ったのは鉛筆を1回落としたらカウントされて10回落とすと1時間居残りとこう説明してませんよねこれは私ねわざとね伊是名さんが鉛筆を落として反抗してたんだと思います。だから出な,出ないとねそあの 骨形成不全であの伊是名さんは別にあの両手使いますからねほんであの動,動けるのにだから鉛筆を回10回も落とすってねわだす,す,すのはや,やってたと思いますちょっと私今日舌が回れへんのでねこれで誰もねあの引きつ。 決定がなかったんやろうなと思いますだから養護学校時代のその9歳の頃からわがままというかねモンスター化は始まってるわけですよねだからご両親の育て方がやっぱりね引いてるんやろうなと思いますその担任の先生が言うように甘やかされてあのしつけができてないということですよね ほんで、あの、しつけようとしたらこう、逆にこう、寝る虐待やと言われるとんでもなことですよね。だから多分まあ2年生ぐらいやからね多分鉛筆もういやいやってポンと投げてね抵抗したんでしょ。そこ、書いてはれへんん。けど、わかるやん、ね、でなんで10回も落とすってわざと落としてるとしか考えられないじゃないですか。 まあ私の麻痺っ手やったらわかるよ麻痺はないですからね出那さん私麻痺手でも落とさないよねこう落とすことあるけどこう,こうやってしっかり持てばね自由はかけないけどねですからそういう反抗的な態度をしても甘やかされてね育ったいうことですねこれでまあ 社民党が擁護するっていうのがね余計にこうバッシングがやまない理由でねなぜ擁護するのでしょうねおか,おかしな人たちばっかりが周りにいますからねこれだとご本人もね気づかないですよね自分が正しいと思い込んだままただからそのクレーマードをねこれからも突,っ突き進むのかななんともね 伊さんでもこういうのを見張ったらねあの反省されてもうちょっと生き方をね見つめ直されたらいいと思うんやけどほんでねあのこの1回落としたらカウントされてねあそれで思い出したのが「オペラント条件付け」まあ、言ってたらパブロフと同じですよね「オペラント条件付け」ってねあの普通幼稚園でもやりますよ。あのシール貼りねあれそうですわ。 オペラント条件付けであのいいことしたらこうシール持って毎日出席したらシール貼ってとかねほんであの養護学校なんかでもねシールがなんか10回貯まったらご褒美に金のシールのとこもあればねなん,かなんかプレゼントとかそういう形でねあの条件付けされてるようなとこもありますよねただ私はうちの子にはねそういうオペラント条件付けはしませんでしたなぜなら嫌いだから。 ね、もういちいち機会ごとに1回ごとにねあのコンコンとあの悪いことは悪いと良いことは良いとねあの言い聞かせてきましたんでねあのシ,シールでっていうのはなんかね好きじゃない、まあ、幼稚園の頃にはねシールは自分でね貼らしてましたけどねそれみんながね園児全員がやることやからねもう出席したらあの連絡帳面広げてシールを貼るっていうの。 どの幼稚園のねお子さんもやってたことやからねでもねシール貼ってもらって嬉しいかとずっと <laughs> 疑問に思ってたそのシールもねかわいらしいシールとかあの,あの素敵なシールやったけどただの,あの丸 <laughs> そんなんいくつたまってもねあで10個たまると金のシールかちょっとぐらいは嬉しく感じる子もいるかな ななんんかししょううもなと思ってしまうんですけどもでもその先生もしっかり参考する子のねあのなんとか改善方法としてオペ,ラントオペラント条件付けお考えはったか知らんけどね、うん、それを面と向かってあなたは嫌われてるっていうのはちょっとね養母学校の先生として不適切やったかなその辺は伊是名さんにね同情しますよ。 私かつその伊是名さんみたいなこの担任になって反抗ばっかりされたらね嫌やわよねだから担任の先生だってそうやと思うだから全員なり手がなかったっていうのもね本当やと思うまあ昔はねあのまあ普通学校の中で養護学級の担任と言ったらねやっぱり言ったら悪いけど先生のねまあ落ちこぼれ的な 方からそちらに回されるケースが多かったわけですね今は違うかもしれませんね今はあの学校全体でローテーションを組んでねあのやってるところがね多いかと思いますけどそれかあの自ら養護学校を志願する先生もねいらっしゃいますからねそういう先生を担任にしてるところもねあるか分かりませんよね。 まあ何しかねあの,の落ちこぼれなんですよ、ね、ほんで荒廃でちょっとまあ出那さんの話は置いといて、まあ、うちはあの普通幼稚園に行きましたんでね普通幼稚園で行くとまああの荒配の先生をつけていただけるんですよ。ところがねその荒配の先生をうちは外してもらいました。というのもねあの、 担任の先生から聞いたんですよで担任の先生以外に一人追加で入るのが下配の先生なんですけどねなんかその下配の先生あ,のある時ねその担任の先生にねあの呼び止められたんです「すお母さんお母さん」ってなんか車で追いかけてきはってねほいで「何ですか?」って聞いて「お母さんなんか謝らなあかんことがあるね」言てね「ごめんなさいねあの私のせいやねって担任の先生が言いはえ何のこっちゃいな」って感じで聞いてみたら。 その加配の先生と他人の先生はこう昔こう何て言うの一緒のところで働いたことがあってねまあ,あのやり合ったことがある向こうの加配の先生の方が先輩らしいね,ねだからあのういうそういういざことがあった先生のところに加配できたもんやからあのうちの子を出しにね あの逃げてばっかりいてるとだからお母さんがどんな気持ちでね普通幼稚園に入れたんかしてるけどねあのずっとうちの子を連れてねあの人教室の中に閉じこもってね出てこないだから私からはよう言わんけどお母さんやったら教育委員会にね訴えてもいいと思うで私の名前出してもうてもいいとでこうこうこうでずっとあのうちの子に集団のお遊戯もさせないでね ほんであの閉じこもってばっかりいてるとそれ聞いてもうびっくりしてね何のために普通幼稚園入れたんやとなりますよほんでやっぱりあの教育委員会にねあのちょっと訴えさせてもらいましたでそもそもね蚊配の,の先生として来られた時もねあのおかしなこと言われたんですよ「あお母さん助かったわ」やっと食食に何かありつけたようなことで「助かった」はもうギリギリ危なかったけど。 助かりました。って、何のことやと思うじゃないですか？要するにね。あの職が失われるとこやったで、うちの子が入ったおかげで加配の職ができたということですよね。まあ、それくらいのまあ、落ちこぼれの先生やったわけですよ。で、他にも。ちょっと耳が聞こえないとか言い張ってね。な何しかちょっとおかしな先生でした。 ほんでうち,うちの子をなんか悪く強化しはるんですよなんかこれ緑ばっかり使うでしょうとかねだから緑はなんか精神が安定してないとなんかこう嫌なことばっかり吹き込むわけですよね、うん、ほんでうちの子もなん,かなんか暗くなってきたしねでもあの要するに他人の先生は一人でも受け持つって言うてくれはったからね もうこ,うこ,うこういう加配の,の先生はねあのいりませんとなんか担任の先生もねあのなしでもあの受け入れるってね言うてくれてはるんでってね教育委員会にあの訴えたんですそうするとうその先生はね外れてね、まあ、職を失いはったんかどうなんかその辺その後のことは知りませんけどねそういういきさつがあったこともありました。 だからねあのだいいたね自治体によってねあの大阪の場合と障害児3人につき先生1人養護学校でいうとね3対1の比率ほんで普通学校はまあ普通の担任がこう40人見てる中にあの障害児が入るわけですからね一人先生をにつきはるんですよだからその先生べったりっていうのも私はあんまりよくないと思ってねまああの。 うちの子で入った建前で入った先生やけどもクラス全体のねティームティーティングであの見られたあの見られることはね私も賛成してますねうちの子だけ特別扱いするんじゃなしにクラス全体でねの助けになるような形でねいいと思ってました。で実際そんなにあの低学年の頃は手引かかりませんからね。 小学校上がった時にねもうびっくりしたのがあのお遊戯ね担任の先生クラス一人で見てはるんですそ小学校は下輩の先生なしだったな。でその時にあのお遊戯をねやるのはあのお友達2人と3人でね特訓してくれはってねほんで当時は複雑なねダンスもねあのできたんですよ。ほんでその時にあの、養護派の教頭を読んでね担任の先生がねほら ここんんななとがでできるようになりましたたてあの見せてくれたんですよその養護派の競争っていうのは普通学校の中にもね養護派としてあの養護学校へ行かそうとしてた派の先生だったんですよね。で共に派の先生とはこう背中合わせで戦ってた人たちやいうのはね まあ、あの先生たちの教職員組合でで聞きましした私どこでもするでしょ教職員組合にもね出入りしてあのなんか公園とかあるとね呼んでもらって見学したりねしてたんですよほんでそういうふうなあの養護派の担任がやってきたんかと思ってね案の定三段目に遭いましたけど結果ねあのせんその先生のことはあのひどい。 かなりうううちの子出出そう出そうとしたんやけど、ね、あの教育長にまで訴えてほんならあのどっかに左遷になったよ私モンスターペアレントのつもりは何にもないけどこんな目に遭ってますんでねなんで教育長を知ってたかというとちょうどインタビューでね伺ったことがあってお名刺頂い,いてたんですよ。ほんであのこういう目に遭いましたっていうの文字起こししてあのそれをファックスでバーっと送った だけなんですけどああね結構もんぺかなあそれ以来でもそんなにあの言うてませんけどねあの学校とか教育委員会にはあのお世話になってありがたい目にしかねあ会ってませんしあほんでほんでねそうや最後にねあの先輩方のあるまるまる協会の、まあ、地域のね 会長やっってる人にとこにこ入ったんですよ一応どうなんかわからんから入ったけどもやたらなんか呼び出されてねあの怒られるんですよ。というのも私は私であの遊びの会を作ったら何を思ったかね呼び出してである教育委員会の人が定年退職の時にあの「お別れ会するから」私会ったこともない人ですよ。 5,000円の会費で「来い」と呼びつけられて「5,000円か」と思いながら行って5,000円払ったんですそしたらねあのみんなで寄ってたかってねあのその会をね私が作ってる会をねあの批判するわけですよほいで私泣かされてねあ当時若かったからねあのまだあの会らしいほいで二丸ぐらい上の先輩方からね こう集団でいじめられたちょっとボロッとちょっとだけしか泣いてないそんな大泣きをしてないけどね耐えてたんですよそしたらねその教育お別れ会をしてもらった教育委員会の方がね「えどんな会してるの?」というか「いや,いやあのスイミングでプールで遊ぶだけの会です」って言ったら「ああ」でうなずきはってね「いや実はねあの人らねあの自分があのいい目に遭うためにねこれから 出てきた障害者団体は潰しますっていう密約があったんよとだから私とこは別にそんな運動系のねあの会じゃないのにねあのこうやって潰してるでというとこ見せたがってるというわだからあのたくさんとかが遊びの会なんかね全然罪もないななんんの運動運動系なことしたことないんですよそんなこと言われてねああそういう世界なんかと思いましたねだから あの自分たちがいい目をするために後から出てきた障害者団体は潰す、まあ、過去そういう過激なね運動があったんでしょうねだから私みたいに純粋にあの遊ぶとかそういう会はなかったと思うんだけどねなんかそういった私の会でいろんな催しやる時にねちょっと見学しに来たでしょっちゅう来るわけですよ。なんやねんと思って。 <laughs> もう以来もあのそういう障害者団体とは関わりになんどこと思ってまあ一人でねあの会もあのまだ続いてんのかなあの適当にねあの順番でねあの選んでこうこうこうっでてでねあのやり方を教えてさっさとやめました。 なんか私の話になってしまったけどだから井手奈さんもやっぱり育て方なんでしょうねご両親もなんか学校の先生らしくてそれやったらしつけしっかりしできそうなもんやのにね養護学校の先生から甘やかされて育ててしつけができてないからしつけ直しの役目があるから担任になったみたいなことをね言われてある,るわけですよね。 とということでなんかご自身のブログから出た過去の始末というか状況がね透けて見えるわけですよ。だからどうなのかなやっぱりそういうのが分かんないのかなまあ私はまあ行間を読むタイプなんでね高校高野で大概当たってるしね。うん だから今もね反省なくそういう自己愛性パーソナリティ障害なほどにねなられたらねなかなか謝ったら死ぬぐらいのプライドをお持ちなんかなでもなんか哀れでねこんだけ日本国民の 97. 何パーセントから批判されてね落ち込まない人はいないと思うんやけどもその 協力の仲間内あの、社民党のズームのメンバーもみんなおかしい人ばっかりですよね。だから、あの、エレベーター並ばないのお話はね、あ,のあれは、あの、伊是名さんじゃなくて、あの、社民党のね、ズームの中に出てきた浅香優子さんがそうな,なんですよ。並ばないと。私がつけたから一番前に。 割り込むと、そう言ってはったんです。同じ障害の方です。で、それは伊勢佐さんにちゃうからね。そこだけあの訂正し。しといてあげたいと思います。あれ、だから伊勢佐さんよりも。和かけてすごい人が。すごいっていうか、モンス。モンスター弱者が。朝香、優子さんなんですよ。で、その方と。なぜか、あの、帰化人の新菅さんと。教長、何の本やったか忘れたけど、なんか載っててね。 もうそれだけでももう分かったもん社民党の当主もねえー、と超水橋さんやったっけな,なんか向こうの名前がねお持ちなのみんな知ってますよね。で沖縄さよ子さんも戦闘をたって基地反対とか地権がとか言ってはる人たちはねあの韓国からの助っ人に来てんの知ってますからね。 だって同じやな同じ旗持って、まあ、あのハングルのこうなんていうのこう <laughs> 言葉は出てこない紙に書いたやつ <laughs> ハングル語であの日本で来てねデモやってもね分かれへんや誰も読まれへんやだから「安倍ーとか「基地反対」とか書いてあんのかな何書いてあんのか知らんけどそれもねあの沖縄 沖縄デモのこともねあのちょうど N 国関係の時にねなんかあの取り上げてね発表してますあ,あもううんざりするねなんかその反自衛隊でしょそやのにあの自分とこの社民党はなってないのねバリアフリーしてない社民党あの前に写真出しましたよねそやのにその同じ地域の自民党はね バリアフリー化してるわけですよ。<laughs> 自民党人、さすが自民党やね。あの車椅子でもあの自民党事務所には行けます。で社民党は行けない。でなんでかと思ったんだよね。実は伊勢名さん階段数段ぐらいは登れる。それでねあの伊勢名なつこさんでねあの画像で検索してください。あの立て張る写真もあります。神社のとこで神社のとこから最近の の宮神社なんかな、んかあの境内の,の中入って歩いてはるわけですよだから神社も階段ありますよね階段歩いてるとか見てないけどそれと車椅子によじ登る時もこう段差を上がってこちゃんとトコンと座ってはるわけですだから階段だってこう手使ったら上がれますよねひょっとしたら両手で持ってるだけで上がりはるんか分かれ で、実際だから写真撮ってはるもんお子さん撮る写真お子さんは顔隠してはるけどあの神社のなんて畳、あの石畳のとこで立ってはったもんねだからまだまだ伊沢さん隠してること多そうですねまあ検索したら過去の記事とかね続々出てくるんやけどねだから1個の記事やったら気ぃ付けへんと思うけどそれが大量に集まると ああ、もう人格崩壊してはんのがねもうよくわかるこれくらいにしても伊是名さんのことはね忘れますほんでね今日もねメトロに乗ったんですけどねなんかやたら親切まさか伊是名さんの影響で親切されるってことはないけどもう親切な人は多いですわ、ね、その度あの、こうやって頭下げてますけどね以上です今日もまた喋りすぎました よろしかったらチャンネル登録コメントもあのお好きなこと書いてください。では